ここからは山下知事にお話を伺います。今日はよろしくお願いします。お願いします。もう本当に暑い夏が終わりまして、はい、最近ようやく涼しくなってきましたけれども、今日は知事に地球温暖化対策のための脱炭素水素社会への取り組みについてお伺いします。この取り組みについては9月の県議会でも質問がありましたけれども、改めて知事が脱炭素水素社会の実現に向けた取り組みに力を入れる理由を教えてください。はい、本当に今年の夏は暑かったですね。暑かったですよね。でつい最近まで真夏みたいなお天気が続いて、うん、はい、私も生まれてこの方こんな夏は初めてでした。でこの気温の上昇っていうのは実はデータでも裏付けられておりまして、はい、カメラさん大丈夫ですか。はい、お願いします。奈良県のですね、1年間の平均気温なんですが、1954年は15度でした。で2020年は 16.3 度まで上昇しておりまして、だいたい50年で1度上がるというペースで気温が上昇をしております。でそれに伴ってですね、いわゆるゲリラ豪雨と言われる雨もまあ増えておりまして、はい、奈良県の1時間あたりの降水量が30ミリ以上を観測した回数、年間の回数が過去50年間でですね23回増加をしております。はい、であと猛暑日の数なんですけれども、これはまあ今後の予測ということなんですが、まあ猛暑日というのは35度以上、最高気温が35度以上の日を言いますけれども、2050年の時点ではですね、大体年間24日から28日になると。でさらに2090年、まあ、私はもう生きていませんが、もう年間48日以上をこの猛暑日を観測するという予測が立てられています。でそうするとどういう影響があるかということなんですが、はい、まあ、先ほど紹介した、ゲリラ豪雨なんかが頻発をしてまいります。でゲリラ豪雨によって土砂崩れ等も増えてまいります。でさらに当然のことながら熱中症が増えていくわけでございます。はい、さらに農作物の生育不良も進んでしまいます。なので、何としてもですね、この地球温暖化の原因となっているこの大気中の二酸化炭素、これを減らす取り組みをですね、していかなければならないわけです。もうこれは全世界的な課題なんですけれども、当然奈良県でもこれは取り組んでいかなきゃいけないということでございます。はい、ところで、大気中のですね、二酸化炭素の4割は発電の際に排出されております。しかもその発電というのはほとんどが火力発電によって、CO2 が排出されているということで、ございます。はい、で、我が国はですね、発電量の 70% 以上を火力発電に頼っております。火力発電というのは、石炭とか石油、天然ガスを燃やす、そういう発電方法ですけれども、それによってですね、大気中に CO2 が排出されるということです。従いまして、この火力発電の割合を減らしていくということがですね、我が国には求められているわけでございます。で、奈良県で使う電力のうちですね、県内で発電しているのは 28% に過ぎません。全体の 70% 以上を奈良県は県外の発電に頼っているわけですけれども、はい、今後ですね、火力発電を減らして、そして再生可能エネルギーを増やすという取り組みについてはですね、奈良県は他県にだけお任せするのではなくですね、奈良県でもできることを少しずつやっていかなければならないのではないかというふうに思っておりまして、この再生可能エネルギーの普及拡大、これに力を入れていきたいというふうに思っているわけでございます。はい、身近なところで言いましても、やっぱり奈良は森林が多いですから、はい、地盤が、緩むといけませんし、そうですね、こう暑くなりすぎても夏休みのイベントが、楽しめなくなってしまったりとか、そうですね、いろんなこう心配事がありますもんね。そうですね、はい、
ただこうした現状に対しまして奈良県は2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを2021年に宣言しています、はい、その実現のためには省エネが必要になりますよね、はいはい、再生可能エネルギーを作ったり発電所を増やしたりエネルギーを貯める蓄電池を増やしたり、はい、ということですね、はい、しかしですね県内の自治体の取り組みについてはモニターをご覧ください。全国平均を今下回る状況となっているんですよね。で県としてはここからですね地球温暖化対策についてどのように取り組んでいくのか教えていただけますか。はい、今ご紹介があったようにですね、市町村の温暖化対策というのはちょっと全国と比べるとですね奈良県はまだまだ遅れている状況でございます。今テレビ画面に出ておりますけれども、はい、ですので、奈良県ももちろん頑張るんですけれども市町村にもですねちょっと頑張っていただいて、この温室効果ガスを減らすという取り組みに本腰を入れていただきたいと思っておりますし民間企業にも呼びかけていきたいというふうに思っております。はい、で、先ほどおっしゃっていただいたように、エネルギーを作る総エネそれからエネルギーを貯める蓄エネそれからエネルギー使用量を減らす省エネ、こうしたことを中心にやっていくわけですけれども県民の皆さんで、ご協力いただけることに関してどういうことがあるかなというふうに考えますとですね、例えば自宅のですね断熱を進めるとサッシを二重にするとか壁に断熱材を入れるとか、そういう断熱解消していただくとかあるいはもっと身近な取り組みで言いますとフードロスですね、はい、食べ残しを減らすとかあるいはお店で物を買うときの過剰包装ですね、これを減らすというそういった身近なことでもですねこの温室効果ガスの削減には協力していただきますのでぜひ県民の皆さんのご理解とご協力をお願いしたいと思っております。はい、一方で再生エネルギーや蓄電池を増やす対策では、はい、五條市の大規模広域防災拠点で太陽光のメガソーラー発電所や蓄電池を作る計画を進めておられます。はいはいはい、県議会そして地元の意見も踏まえて進められるとは思うんですけれども、はい、改めて考えをお聞かせいただけますか。はい、もともとですね、その五條市のゴルフ場を県が買収してですね、はい、そこに防災目的の2000メーター級の滑走路を作るという計画があったんですけれども、私はそれは不要だろうと考えまして、知事選挙でそれをやめるということを公約に掲げました。で、それはやめたんですが、そのゴルフ場はもう買ってしまっておりますので、それをどう活用するかということに今取り組んでいるわけでございます。で、防災目的のヘリポートとか倉庫そうしたものは整備していくということで、大筋県議会の同意も得られたんですけれどもそれだとかなりその土地が余ってしまうんですね。そこで、非常用電源の役割も果たす、メガソーラー発電所を作ったらどうかというふうに考えたんですね。で、県民の皆さんがこれについてどう考えているかということを紹介させていただきますと今年4月の奈良新聞の報道なんですけれどもこの五條市の県有地におけるメガソーラー発電所の整備については地元住民の理解を得て整備すべきだというのが 48%、はい、それから地元住民の理解が得られなくても整備すべきだこれが 9% となっておりまして、おおむね、5割を超える皆さんが、何らかの形で、整備を進めるべきだというふうに回答されて、おられます。で現在ですねすでに五條市にはメガソーラー発電所がございまして、私としてはぜひその県が進めようとしているこの事業にもご協力いただきたいと思ってるんですけれども、その予定地の周辺に住んでいる住民の皆さんの中にはですね、その土地に対する非常に思い入れがあってですね、メガソーラー発電所は受け入れられないと考えておられる方もおられますので、はい、私も知事として一方でそうした住民の皆さんの思いも尊重しなければならないというふうに考えているんですけれども、はい、そんな矢先ですね、今年の3月に五條市で条例が制定をされたわけでございます。どういう条例かといいますと五條市内で50キロワット以上の太陽光発電事業を行う場合はですね、60日前までに市に届け出をする必要があると、はい、でその届け出にあたっては
まあ、あの建設予定地で説明会を開催しなければならなくて、その説明会においてはですね、事業について住民の同意を得な地域住民の同意を得なければならないと、まあ、こういう条例が定められましたので、ちょっと現時点ではですね、この地域住民の皆さんの同意が得られていませんので、まあ、なかなか事業を進めるのは難しいかなと、そんなふうに思っております。はい、やはりあの本当に話し合ってといいますか、はい、なかなか難しいところではあるんですけれども、地元の皆さんにも納得していただけるような形で進めていかれるということですよね。はい、そして他にもですね、県ではエネルギーの県内生産を高める施策としては水素の活用も県では推進しようとされています。はい、この狙いや取り組み状況について教えていただけますか。はい、水素っていうのはですね、酸素と結合すると、まあ、水になるわけですけど、その際に、まあ、電気が生じるんですね。で、そうやって発電しても出てくるのは水なので、はい、CO2 が出てこないということでですね、非常にそのクリーンなエネルギーとして今全世界で注目されています。日本政府もですね、この水素の利活用というのをもう国策として進めているんですが、まあ、狙いは2つございまして、はい、1つは先ほど来申し上げている脱炭素の取り組みを進めるために、この水素の利活用を進めようということでございます。それともう一つはですね、この水素を使ったビジネスというのが、まあ、今後どん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 我が国でも進展していくというふうに思います。で、他府県に先駆けて、水素の利活用に関する基盤整備をですね、まあ、本県で進めることによりまして、まあ、県内企業のですね、お役に立てるんじゃないかということと、他府県からのですね、奈良県に対する新規投資ということも呼び込めるんじゃないかということで、まあ、まとめますと、脱炭素と産業振興、この2つの視点で取り組もうとしているわけでございます。はい、本当に個人でできる省エネというのは一人一人心がけるのはもちろんですけれども、まあ、ここからの県としての取り組みにも期待をしていきたいと思います。はいはい、今日は山下知事に脱炭素水素社会への取り組みについて伺いました。知事、ここまで本当にありがとうございました。はい、